そちらの顔で2001年に福岡ドームで開催をしておりますけども、はい、東京ドームはこれが史上初になるわけですね。そうですね。あ、高木三四郎も緊張の面持ちでございます。通常こんなに緊張しない人間がこんなに緊張してますよ。はい、はい、すでに松井幸則レフリーもスタンバっております。戦闘モードです。鈴木実。試合開始いたしまして、国歌斉唱を行います。皆様ご起立ください。アジャーコング選手による日本国歌独唱でございました。いや、なんかレッスルマニアのね、リリアン・ガルシアばりのね、独唱でしたね。そうですね、いやでもね、国歌斉唱の時に、はい、まあ気が収まらないのか、あえて乱闘してしまうのはちょっとよくありませんね。まあそうですよね、やるのかって言ってましたけど、やるからここにいるわけですかね。やらないっていうのはどういうつもりだったんでしょうか。やらないわけないでしょうね。さあ世紀の一戦、今ゴングです。歴史的なゴングが鳴らされましたね、はい、これ東京ドームのちょうどね、はい、マウンドの上ですもんね。そうですね、まあ、ほぼ中央と言っていいでしょう、ど真ん中と言っていいでしょうね、はいはい、さあ拍手を強要しておりますが、5年越しのリベンジ果たしてもらう。説明してますね、はい、ちゃんとね、観衆がいないにもかかわらずちゃんと説明してると。なんだよ、やれんのかよこれ。
から、先に手を出したのは高木三四郎、胸の張り手から始まりました。いやでもケンさん、はい、鈴木みのる選手はですね、はい、路上プロレスというのは経験がありましたっけ？いやないと思いますけどね、初めての多分戦いになりますよね。そういうことになりますよね、その初めてが東京ドームっていうのもすごいですね。そうですね、でも何か鈴木みのる選手らしい運命を感じますよね、はい、感じますね。やっぱりやるなら何でも一番の場所がいいです、はい、いきなり藤原アームバー脇固め、これは一塁ベース、あ、ベースに手を触れるとこれエスケープということになるんですね。セーフって言ってますよね、はい、セーフですね、反則が取られています。まあこれはプロレスのルールと野球のルールが混在してるってことになりますね、いやでもね、このね路上プロレスというものはですね、言ってみればケンさん、はい、DDT のフィールドじゃないですか、そういうことになります、完全なテリトリーじゃないですか。そういうことになりますね。鈴木みのるにしてみればその未知のフィールドに踏み入ってしまったことになりますよね、はい、ですよね、これどう見てもね、ただやはり鈴木みのる選手はその人生において喧嘩慣れしてるでしょうからね。あー、路上という本当の路上ですね、はい、本当の路上ですね、はいはい、あまり紐解いてほしくない過去だと思いますけども、はいはい、それがこの東京ドームに到達していたとはね。まあでもね、今の松井レフリーのレフリングとかを察するにですね、はい、やっぱりその DDT ならではのルールというものが採用されてるじゃないですか、はい、だからやっぱそこに戸惑いを見せてますね。そうですよね、あとやはりなんといっても東京ドームはね、そのリング上では戦ったことがあっても、この全域を使っての戦いっていうのは鈴木選手も経験してないですからね。東京ドームには魔物が潜んでるって昔から言われてますからね、どんな魔物がね首をもたげてくるかわからないですよね。そう、ここでハーフボストンクラブです。いやセカンドベース付近でハーフボストンクラブやった史上初の人間になりましたね。いや間違いないですね、さあこれは鈴木みのる苦しい体勢です。何、おセーフと、5にいれば5に従え。鈴木みのる選手もですね、やっとこの路上ルールを把握したようですね、はい、松井さんって野球 の審判もできるんですね。そうですね、西大田姫審判のような、ね、フォームでちゃんとやってますね。力強いセーフでしたね、はい、いやでも場合によってはこの、ね、東京ドームのフィールド上で決着がつく場合もありますので、はい、あなるほど、狡猾ですね鈴木みのる、はい、この土を使って高木三四郎の目を潰していきました。甲子園の土ではなく東京ドームの土を使って、はい、はい、あかなり苦しそうな表情の高木三四郎、そこにダッシュしての顔面蹴りです。いや徐々にねやっぱ鈴木みのる選手この戦い方慣れてきましたね、はい、慣れてきましたね、いやでもねノーピープルマッチということでですね、はい、この選手のうめき声や、まあ、肉体がきしむ音、はい、そして肉体を張る音が響き渡りますね、はい、まあ、東京ドームってこんなに音響くんですね、まあ、ノーピープルマッチがねその日本で初めて行われたのは90年にあの夢の島で鬼たちとターザン後藤が無観衆試合やりましたけど、27年かけてそれが東京ドームに到達したわけですからね。そうですよ、さあ松井レフリーに抗議している詩を見て高木三四郎が逆襲に転じます。サイドヘッドロック、これは高木三四郎得意のバトルフィールドチェンジですね。なるほどなるほど、ちょっとこのフィールドの中では分が悪いと思ったんですかね。まああとやっぱり鈴木みのる選手がですね、はい、このフィールドでの戦い方に慣れていったタイミングを見計りましたね、はい、見計りましたね、ちょっと状況を変えるためにねスタンドに来ましたね。あスタンドですよ、まあこれ無観衆試合ですから観客がいないスタンド席ですから、相当息上がってますね今の時点で、はい、いややっぱこれ勝手が違うんでやっぱり選手も息が上がるでしょうね。あとですね、やっぱりこの東京ドームの観客席ってかなり傾斜があるじゃないですか、はい、そうなんですよね、これ我々もね東京ドーム取材するときかなり、おっ笹団子マシン、笹団子はじめまして、スーパー笹団子マシンです。せっかくなんでこちらのオーロラビジョンの方をご覧ください。皆さんオーロラビジョンの方をご覧ください。東京ドームなんで、ね、私せっかくなんでいいプレゼンテーションを用意してまいりました。こちらです、土井善晴さんに学ぶ一汁一菜で良いという提案でございます。いいよこれ、ちょっと出てないね、ちょっとこれちょっと出てないよ、いたっこれコードが刺さってない、テーブルが刺さってない、オーロラビジョン出ないぞこれ、土井善晴選手に行ったときほら今日ら、はい、お前そういえば引退したよな、はい、引退したよな、はい、
すいません。すいません、引退してしまいました。そしてまた復帰してしまいました。この間言い忘れたけど。はいはい。お前引退してやな。はい、引退試合の相手一緒やったやな。引退試合の相手一緒やったやな。鈴木芽乃が笹団子マシンに気を取られているうちに、これ高地さんの得意技の一つですね、はい、CO2 攻撃、はい、これもまた東京ドームの客席で CO2 ぶっ放した史上初の人間になりましたね。出ました、この子供のような罵り、はい、まあ、未だにですね、あの少年の心を忘れない高地三四郎らしい、まあ、少年の心を忘れないといえば聞こえがいいですけどね、他なるボキャブラリーが少ない人間ですね。あー、完全にとばっちりです。笹団子マシーン、ひどい目に遭ってますね。いや多分ね、ほぼ徹夜で試合出てきたと思われる、はい、やっぱあのパワポ、はい、プレゼン、はい、全てパーになってしまいました、ね、パーになってしまいました、ビジョンに映らなかったです。あ、これ挑発してますね。挑発してますね、ということはこれどこかに誘ってるってことですかね。完全に誘ってますね、これ逆シールド状態ですね、はい、客席、あのフィールドから客席の方に向かっていって、あのバックステージに行くというのは逆フィールド、あ、シールドですね。いやでもご覧のようにね、本当に東京ドーム全域を使っておりますので、はい、やっぱ一番の敵はですね、はい、やっぱこの東京ドームの構造でしょうね。相当入り組んでますからね、はい、これ下手したらこの東京ドーム大会終わった後に関係者の中で、ま、あの迷ってしまう人がいるんじゃないかなと。いや下手をするとですね、はい、選手ですら危ういですよ。危ういですね、遭難する可能性ありますよね。見失ったら終わりです。半年ぐらいしたら白骨。おー、伊橋光太、伊橋光太、全く鈴木みどりは気づいていません。気づいてないですね。ここで伊橋豪太が乱入です。だから乱入になっていません。あ、手を出しましたよ。だけど全く無反応ですね、蚊に刺されたダメージもないということでしょうか。あ、やばい、ようやくすごい顔してる。あ、痛い痛い。あ、階段を落下。東京ドームで蒲田行進曲ですよ。蒲田行進曲ですね、いやまさか塚公平さんもこんなことになるとは思ってなかったでしょうね。塚公平さんが蒲田行進曲あの、ね、作った時こういう状況は、ね、予期してなかったでしょうからね、はい、想定してなかったでしょうから。いやでも、はい、先ほどの笹団子マシーンといい今の伊橋豪太といいですね、やっぱりその最初はシングルマッチだったじゃないですか、はい、この特殊な状況にですね、はい、各選手がこれ忍び込んでる可能性がありますね。そういうことになりますね、まあ、こうプレスパス関係者パスさえねあのつけてれば多分行き来はできるでしょうからね、はい、いやこれここがてめえの死に場所だこれ。いやなんとこれ東京ドームの一番上ですね。一番上ですよ、はい、ここね、ここ行った方分かると思うんですけど、はい、かなり急なんですよね。そうです、かなり急です、はい、これここから叩き落とされたらひとたまりもないですね。ひとたまりもないです。やめてくれ、向かい着地合いなのにビール売ってる売り子さんがいる、はい、あー危ない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 、シャレになりません。さあこんな特殊な状況で綺麗なお嬢さんがビールを売っています。お、ビール上持ってるわけねえだろ。持ってない、持ってるわけねえだろ。早くよこせ、こら、その貧乏人だよ貧乏人扱い、ネバー無差別共存は貧乏人扱いしましたよ。他に言うことあるでしょう、はい、いや売ってくれませんよ。そう、普通は売ってくれない。そう、ビールいかがですか。この売り子さんはすごいですね。そうですね、レスラー2人を足蹴にしましたよ。まあプロレスラー、ほら高地三四郎も鈴木みのるも、はい、まあ、ショートタイツですから、はい、まあ、確かに750円入るとかないですからね。ないですからね、いやしかし高木三四郎今命拾いしましたね。命拾いしました、いやでも赤井幸さん、はい、あのビールの売り子さん、はい、非常に似合ってますね。似合ってますね、ああいう売り子さんがいたら相当売れるでしょうね。あんなヤンキーは仕込んでない。あんなやつまだ、あのヤンキーどっから来たんだ。おい、ちゃんとこっち向けよ、ちゃんとこっち向けって。なんで背中向けてんだよ。これが前や。え、これが前。あいつでかい肩甲骨持ってる。おい、いやなかなか言えませんよ。さすが世界一性格の悪い男。我々も全然こういう表現はしたことなかったですね。前を向けと言ってましたよね、今ね、肩甲骨がでかい、はい、肩甲骨がでかいと。しかもね、あれだけ言われて、はい、赤井幸さん、怒りのやりどこがないですね。ないですね。これから今、周りにいたスタッフがかなり、はい、ボコボコにされてるでしょう、はい、あ、まだいる。懲りないですね、この男。あ、ボディブロー、あー、ガメ、あー
あ、再びの階段落ち。テイク2ですね。なぜか、まあ、あの鈴木みのりに攻撃したんで、ヤジゴタは三四郎のためを思ってやったんでしょうけども、はい、高木三四郎にもストンピングを食らっていました。ヤジゴタの体中がなんか赤く染まってましたね、今ね。そうですね、いやー、ヤシゴータ再びの、乱入でしたが、全く何の役に立たないまま終わってしまいました。もうダメだ、もうダメだ、もう諦めてますよ、はい、もうダメだと。やばいやばい、何がやばい、何がやばいでしょうか、何がやばいでしょうか。おお、これカメラマンのビブスを持って、はい、そのビブスで首を絞めています。いやー、これは反則ではありますが、レフリーのチェックは入っておりません。そして距離を取っていた鈴木ミドル、助走をつけてサッカーボールキック。相当傷だらけですね、高木さん指導ね、まあ、やっぱり路上プロレスというものはですね、はい、あ、ピアちゃん、見てくれてありがとうございます。リアちゃん、なんでこんなところでライブやってるんですか。まあ、一応路上ライブじゃないですか、これも、はあ、はい、無関心試合の路上ライブです。あ、鈴木ミドルスルーした、スルーしました、はい、高木さんはバレンタインデーキスしか知らなかったみたいですね、はい、サビの部分しか知らないという。まあ、一応ね、あれビアちゃん、はい、あのデスボイスバージョンでね、はい、歌ってますんで、持ち歌ですから、はい、持ち歌ですね、はい、さあ追いかけてますね、さっきもうダメだって言ってた割には全然諦めてないですね。いや、諦めてほしくないですよ、諦めたかったから20年来たわけですからね。そうです、5年越しのリベンジって言ってましたから、リベンジしてもらわなきゃ困るわけですよ。そうなんです、これは、はい、高木三四郎にとって雪辱戦ですからね。そうなんです、はい、あ、でもですね、本当に初めての路上プロレスとは思えない鈴木みのる選手のですね、うん、この順応具合が、はい、完全に高木三四郎追い詰めてますね。いや、だからこそ無差別級王者なんでしょう。ちょっと待って、なんだ鈴木、なんか声が聞こえますね、なんか声が聞こえます。あ、その声に気を取られた高木三四郎、アームロックを食らって、さらに腕固め。あ、お金持ってる、何、5万円、5万円やらせてくださいよ、頑張れ、東京ドームでやりたいんですよ、頑張れ、頑張れ、大岡県代表が東京ドームの関係者に5万円で、はい、ガンプロを東京ドームでやらせてくれと頼んでます。東京ドームを5万円で借りようとしてるんですか、この男は。この人は経済学というものを全く学んでないですね。学んでないですね、今頑張れプロレス東京ドームでやらせてもらおうと思って頼んでるんです。何かですね、ああ盗まれた、5万円取られちゃった、はい、俺の金っつってますね、はい、俺の金と。いや、東京ドームという場がですね、はい、何かいろんな人の思惑が渦巻いてますね。あ、そうですね、まあ、昔から東京ドームは人生の縮図って言われてますから、そうなりますよね、本当にね。まあ、でも確かに頑張れプロレス大岡県代表にしてみれば、はい、頑張れプロレスが東京ドームでやれる最大のチャンスだったんですよね。まあ、確かにそうですけどね、ああダメですよ、掃除の人じゃないですか、はい、あ、掃除の人向かい、なんと笠井純でした。あ、笠井選手普段は東京ドームで掃除のバイトしてるんですね。そうなんですかね、いや、びっくりしました。そしてラダーがあると、グラップラーバキ外伝の一進化と思いました。本当ですよね、そして掃除のおじさん笠井純がテーブルクラッシュ、全く関係ない大岡健がテーブルクラッシュ、5万円が虚しく舞います。あ、騙された。いや、なんかいろんな人いますね。いや、いいですねこれね。やっぱりこう何か引きつけるものがあるんですかね、東京ドームにはね。場ですね、地場ですね、地場ですね、これね。さあ、どんどん入り組んだところ行きますけどもね、はい、まあ、実はまあ、ケンさんとかも東京ドーム取材されてるとは思うんですけども、はい、はっきりどういう構造してるのかよく分かんないんですか。いや、誰も把握してないでしょうね、これね。だから本当、先ほども、ね、言いましたけど、これ遭難者が出ると思いますよ、これ、はい、あ、
燃え尽きてる。燃え尽きてますね。東の方が真っ白に燃え尽きています。あ、そこにどうやら上の方から高木三四郎と鈴木みのるが迫ってきているんでしょうか。なんか非常にまたシュールなようになってますね。そうですね、本当に寝てんじゃないですか。いや本当に寝てるんじゃないか、本当に休憩取ってるんじゃないかなと思います、はい、ああ、その間にこの狭い階段のところでアキレス腱固めですね、はい、階段式アキレス腱固めですこれはね、はい、あずり落ちていきました高木三四郎。やっぱり鈴木みのる選手にとってみれば常在戦場、はい、たとえ東京ドームであっても、はい、何か本当スイスイと戦ってますね、はい、いや本当ですよね。もうこの時点では完全に東京ドームという特性を生かしているのは高木三四郎ではなく鈴木みのるですよね。どちらかというとですね、高木三四郎この東京ドームで戦うという、はい、ことを実現した時点で燃え尽きた感がありますね。かもしれないですね、さあ癒し豪太が真っ白になっているところに高木三四郎と、ああ3度目の階段落ちです。またいるのかって言われてます。確かに癒し豪太なんかたくさんいるような感覚を陥りますよね、癒し豪太3号、はい、癒し選手のもう背中が紫色になってましたよ。まあ、なんか読売ジャイアンツ の、ね、このマークがあると東京ドームという感じがしますね。そうです ね、東京ドームはね読売ジャイアンツの、まあ、本拠地でもありますから。昔あのこの付近であの前田明さんと高橋由樹さんが鉢合わせしちゃったんですよね。そうなんですか、お、隠れてる。来いよ、ほら怖いのかこの野郎、ほら、何か企んでますね高木三四郎。逆水平チョップ、たまらず逃げていく三四郎、その先に一体何があるのか。特に何もありませんでした。ここで仕留めるか、ここで仕留めるか。ゴッチシパールドライバーの体勢上がってしまえば一巻の終わり。このね、通路はコンクリートですからね。いや、ひとたまりもないでしょ、これ、パイルドライバー食らったら。あ、高木三四郎、かなりスタミナをロスしています。やっぱり高木三四郎もですね、はい、この広大なフィールドというものをちょっと甘く見ていたかもしれない。かもしれないですよ。リンガーナが持っていた木槌、ゴング用の木槌を持っている。まあ路上プロレスですから、はい、その場にあるものは全て公認競技として認められますからね。でどこで勝負が決まるかわからないですから、リンガーナさんこれ追いかけてるでしょうからね。そうです、そうです。あ、なんかまたなんかすごい違和感が見えました。あ、ムエタイの方がいらっしゃいますね。なんで東京ドームに。おお、危ない危ない危ない。本物じゃないですか。本物ですよ。なんで東京ドームにモーリス・モーリス・スミスの名前で火がつきましたよ。つきましたね。東京ドームで再びキックボクサーと対戦です、鈴木みのる。高木アウト。高木三四郎がムエタイ選手にボコボコにされてますよ。いやでもケンさん、今までですね、はい、まあ、それなりに DDT プロレスにですね、はい、関連のある方が乱入してきたんですが、はい、このムエタイっていうのは全く意味がないですね。無関係ですね、そろそろ無関係の皆様も紛れ込んでるということになりますよね、これはね。なんでムエタイ、あのムエタイ選手は多分訳も分からず、はい、おやおや、タクヤさん、あ、楽しみ、シンゴさん、シンゴさんじゃないですか。なんでいるの。バカかも。まあこんなにね、ガチムチマッチョの男が汗まみれていたら、はい、それは大好物ですよ。いや、2丁目も黙っちゃいないですよ。あー、そこに大将登場。いや、テイの皆さんによる、マッチの男を争う不毛な戦いがですね、勃発してしまいました。
お、お、ロッキー、ロッキードラゴンで、ドラゴン、ドラゴンを探しているようです。ドラゴンはいません。あー、どうやらですね、ゲイの皆さんがですね、ロッキー河村でもいいようになってます。だからいいですね、ゾンビ映画みたいになってます。完全にピラニア状態ですよ、はい、これ。まあ確かに東京ドームのね、そのプロレス格闘技のこけら落としはボクシングでしたからね、はい、マイク・タイソンのね、ゲイ・オブ・ザ・デッドですね。はい、エイドリアン言ってますね。いやー、いいですね、拓也さん本当に楽しそうですね。ロッキー河村お持ち帰りでしょうか。いや、しかし東京ドームって本当何が起こるか分かるんですね、これね。東京ドームやっぱり大きいから、まあ、いろんな人がいるんですね。いろんな人がいるってことですよね、こう一つの本当シティですよね、はい。あー、でもさすがに、さすがに両選手に疲労の色が、疲労の色がプロレスは過酷ですね。エイドリアンとね、あれはいや、まさかもうエイドリアン扱いですよ。エイドリアンになってます。おそらくこの2人その場の思いつきで戦ってますね、はい。エイドリアン、エイドリアンと、あー、お、鈴木みのるが、いや、しかし倒れたのは高木三四郎。いや、この勢いなら本当にね、はい、シルベスタ・スタローン本人が出てきてもおかしくないですよ。おかしくないですね、本当にね。いや、しかし今のところですね、はい、どういう決着、お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 、あら、この2人が東京ドームで戦ってますよ。原島出てこってますね。自分のやってることがちゃんと分かってるんでしょうかね。いや、この2人がドームで相対するのは2014年の 1.4 以来になりますね、本物がね、はい。多分ね、両方とも怒られると思います、はい。さあ、陳助中村と鈴木みのるが、まあ今日本じゃ見られないんでね、見られないですよ、これは。陳助さんはですね、はい、もう多分自分死ぬだろうなって顔してやってましたね。そうでしたね、今死を覚悟してやってましたね、はい。グラウンドに競うとか技に競うとかそういうことないんだよ。全団体が旅行行きてって見てもらったら困るんだよ。うるせえわ、なんかこいつだろ、お前知らそうだって言ってたよ、お前。もう一回言ってみろ、俺に、お前。なんか言ってみろ、お前。さあ、ということで、中村俊介さんと田中博さんの魂の叫びが、はい、そうでしたね。何つうのか、俺。お、ああ、休んでいた。バレましたね。バレたって言っております。そっちはやばい。練習中だ、練習中。ああ、ブルペンだ、ブルペン。東京ドームのブルペン。お、あ、選手が投球練習してますね。誰ですか。あ、今あセーブって書いてありました、はい。セーブっておかしいでしょ。そうですね、東京ドームなるセーブと、ええ、あ、中津亮太選手ですね、はい。ということは向こうは石井圭介選手。そうですね。そしていい球投げる、こちら。おおおおおお、あまりにも溶け込んでて気づかなかった、はい。ちょっとお前、元体を石井圭介選手の石井選手と中津選手は野球少年じゃないですか。わかります、わかります。テニスさんがなんで野球の野球のコーチでやってるんですね。なんで腫れられるんだろう。テニスさんの音なんかわかんないですね。監督、ああ、痛い、これダメですよ、ボールは人に投げちゃいけません。監督、あ、なぜか高木さん主導一人が、監督、やばい、逃げろ、ああ、やっ
ぱり鈴木みのる選手の方がすごく、なんか本当に自然にそこにあるものを武器に使いますね、はい、そうですね。いやしかし今日一番驚いた僕やっぱ天理さんがそこにいたの驚きましたね。驚きましたね、しかも野球のなんかコーチングしてましたよコーチをしてるという。相撲の後プロレスでしたもんね。そうです、野球という経歴は一切ないんですけど、全日本プロレスの野球チームとかやってたんですか、ね、かつて新日本対全日本の対抗戦やってましたね、西武球場でね。その時の記念塚ですかね、はい、さあ隠れてますね。さあもうこれボロボロになってますね。ボロボロです本当に。いや今までの路上コース一番かく、ね、過酷ですね。なんか高橋さん篠がフィールドを見て、いろいろおかしいよ、いろいろおかしい。何ですか？いろいろおかしいよ、いろいろおかしい。そんなどうにだろう。何が、何があったんでしょうか。おかしいおかしいよ。なんでおかしいんだよ。いろいろおかしい、いろいろおかしい。何がおかしい。あれ見て、あれ見て。あれってなんだよ。マウンド見て、マウンド。何？なんだよ、勝負って。何が勝負だ、ほら。おかしい、おかしい。確かにおかしい。めちゃくちゃ存在感ありましたね今ね、よし面白いじゃねえか。俺が東京ドームにホームラン打ってやるよな。すごい里村芽生子選手、はい、里村芽生子もうマウンドでボール持ってるだけでもう梶原一騎の世界ですよね。いや本当ですよね、バンババンか里村芽生子かですよね。ボールを追っかけてますよ、里村選手が。ケンさん、里村芽生子選手は野球の経験はないでしょうね。でもなんか10年選手みたいな貫禄があるんですが。本当ですよね。お、ダックアウトでも、なんか発想上の選手がたくさんいましたね、はい、ツーストライクです。里村さん結構あの球技は得意じゃないみたいです、ね、あそこに天竜源一郎。なんか言ってますね。大田、大田、大田、バケケラーレ。ダメだお前。ダメだお前。決めてるな。ああ、高木じゃダメだと。なるほど。で、ダイダーをつけましたね。いや今長嶋監督がね、ダイダー阿波口を告げるような感じでしたね今ね。ねえぞお前、相手球は。古いですね。鈴木みのるがバッターボックスだし、ピッチャーが里村芽生子。東京ドームはメイココール。バッターボックスには鈴木みのる。これ週刊プロじゃなくてベースボールマガジンに載せてほしいですよね、これね。いいですね。お、これはよく見ました鈴木みのる。見送った。さあ里村芽生子ついに前の方に出てまいりました。これは外していきましたね。いやしかし里村芽生子まさに不動心ですよさっきから全然表情変わらないですよねこの東京ドーム大会で先ほどから一切、表情が変わらないのは里村芽生子とマタロウだけですね。いや仙台ガールズプロレスリングの選手の皆さんもですね、はい、やっぱこの里村芽生子の、はい、やっぱ不動心を見習ってほしいですね。いや本当ですよ、これが女子プロレス界の横綱ですよだんだん近づいてまいりました。これね近づいて見えるんですオーラで。あ、なるほど、はい、ほら今速球でした ね、 今ね、これも今ね頭狙ってきましたよ。あ、怒った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 。なんだ、なぜか全員がこれ乱闘ですよ。野球名物の大乱闘ですね、なんかビールの売り子さんまで全員が入って大乱闘、えらいことになってしまいました。収拾つかないですよ。天竜が怒った。何かを言ってます。はい、やめろって言ってますね。はい、やめろこの野郎。やめろこの野郎。ダメだめこの野郎。ちょがらとダメだこの野郎。引き上げるなこの野郎。引き上げるなこの野郎。
ドラゴンストップならぬリューストップですね。そうですね、全く止まり気配はありませんが、多分ね、誰もね、はい、言葉の内容を聞き取れてないんでしょうね。そういうことですね、はい、応援してるように聞こえてるのかもしれないですね、ああ、全くコミュニケーションが取れないということで天竜さん怒ってしまいました。あ、その間にまんじゅう固め、まんじゅう固め、思い出しました。考えてみればこれは、はい、高木さんの対鈴木みのるの路上プロレスでした。そうです、一騎打ちです、はい、ああ、そしてあれだけいたレスラーたちが雲の子を散らすようにいなくなりました、はい、いなくなりましたね。いやでもケンさん、はい、これいくらね高木三四郎鈴木みのるでもちょっともうスタミナの限界が近づいてるんじゃないですか。そうですよね、これ相当これ移動してますからね、はい、プロレスはね、はい、プロレスリングは6メートルちょいの四方のリングじゃないですか、はい、もうその何倍いや本当、野球の試合でもこんなに一人当たり移動しないですよね、野球はね、その、まあ、おなんと鈴木みのるが野球チョップですよ。おやはり東京ドームということで最後は野球で勝負、うん、そういうことになりますね、野球を制す者がプロレスを制すということですね。ここはドームですからね、はい、あ、ガットショットから胸のチョップ、お、高木三四郎が、あ、持ち上げた、まだね、当たった、当たった、スーパーホールダー、まずい、お、スタナーで切り返していく、いや危なかったですね、あ、ここを勝機と見ました高木三四郎、三塁ベースにさらに越えて、いや、この時間帯でこの距離を走ろうというんですか、いやどうですかね、到達するかどうかですよね、最後までね。高木三四郎47歳ですよ。そうですよね、47歳ってプロ野球選手だったらもう引退時期ですよね。ですね、ああさすがの鈴木みのるもちょっと足腰がおぼつかない、相当距離ありますよ。ああ勝負に出ましたね、高木三四郎がこの一撃に全てをかけます。走る走るダッシュする高木三四郎、さあこの一発に DDT の20年と鈴木みのるとの5年越しの決着をつける、かわされたスリーパーホールド、魂の一撃がかわされてしまった、あまりにも助走時間が長かったか、高木三四郎の体から力が抜けていく、これまずいですよ、まずいですよ、まずいです、ああ落ちた落ちた、いやしかしやはり鈴木みのるこれしかないか、東京ドームのバッターボックスの上でゴッチ式パイルドライバー決まったか、高木三四郎終わってしまう、あアウト、これ最後の松井レフリーのジェスチャーを見る限り、はい、高木三四郎は最後の力を振り絞ってホームベースに手をかけていればセーフかったかもしれない、そうですね、しかしホームに手が届きませんでした。この世界初前代未聞東京ドーム全域を使ったノーピープル路上プロレスの勝者は鈴木みのるです。
お諦めが悪いですね、高井さん、しろ鈴木みなめ待て待ってくれマイカさん、マイコーラー待て待て鈴木さん鈴木さん鈴木みなめ待ってくれ2010年 DDT 武道館大会であなたに負けて5年後の東京ドーム大会今日この舞台を用意しました。あんたやっぱり強えよ。叶わねえよ。でもな、おい、待て。今日来てる、ここにいる DDT の選手たち、そしてうちの所属の人間、バサラ、DNA、頑張るプロレス、東京女子プロレス、俺たちが育て上げたレスラーが必ずお前の首を取りに行け。これ以上の舞台はない。だから高木さんしろ、今日で引退します。ついに引退、高木三四郎引退。俺も第一線でバリバリやってるわけじゃない。今若い連中やみんな DDT、 そして DDT グループの団体を盛り上げようと一生懸命なんだよ。俺みたいな俺みたいな追い取りがいちゃいけねえんだよ。だから今日で いたします。鈴木さん俺の最後の対戦相手になってくれて、ありがとうありがとうございます。鈴木みのるが高木三四郎の覚悟を受け止めて拍手を送ります。これちょっと珍しいことですよね。そうですね、いやでもね、不正室のレスラー、はい、高木三四郎最後の舞台にふさわしいんじゃないですか。まあそういうことになりますね。東京ドームは東京ドームが引退試合ということになりますもんね。最後一緒に見とってください。ありがとうございました。握手ですね、はい、いやちょっと我々もこれが高木三四郎を実況する最後の試合になるとは、はい、ちょっと思いにもよらなかったですね。そうですね、泣いてますね高木選手。ありがとうございました。でも良かったですよ、この戦いが三四郎の最後で、はい、納得です、はい、井上ゴンゴン鳴らしてくれ。あ、確かにもう思い残すことはないという表情をしてますね。そうですね、今高木三四郎引退の10カウントゴングです。バカめ、出た高木三四郎の嘘じゃ。あんたと次に戦うのはここだ。どこ
そげ路上プロレスだ。あんたやれんのかおい。やってやるよ。ああやってやるよ。誰も人いねえぞおねやろら。ここ埋めてやるよお前のこと。ここでお前の最後にしてやろうおねやろら。てめえの最後だこのやろ。うるさいおねやろら。まだ懲りねえのか。ああまだ懲りねえよ。引退なんかするわけねえだろ。さっさとやめちまえこのやろ。ああうるせえ。いいか、次の舞台は無人島プロレスだ。ああやってやるよ。オッケーやってやるよ。オッケー決まったな。ああおい、ふざけんなよこの野郎。いや無人島本当に ノーピープルじゃないですか。そうですけど、はい、無人島でどこの無人島ですか。無人島終わったおら。決まったぞこの野郎。次の戦いはな、鈴木によると無人島で勝負してやる。おいいいか、俺は引退なんかしねえよ。栄光の DDT は永久に不滅です。これが言いたかっただけなんじゃないでしょうか。これが言いたいがために東京ドームでやったと、はい、しかも負けたのにファイヤー勝ってますよね。敗者ですよねこの方ね、はい、なんでこれ勝ち起こった感じに、ドヤ顔の勝ち起こった。さすがに怒った鈴木みのる。いやそしてすぐにベンチの選手も飛び出して、なんと大乱闘、ムエタイ選手も加わっている。いやこれ大変なことになってしまいました。いやでもね、はい、次無人島、はい、いつやるんですか。わからないです、とにかくやることだけは決まりました。でも多分これはまたノーピープルになるんでしょうかね。まあそういうことになるんですよね、無人島ですからね。じゃあまあこの東京ドームは5年かかりましたけど、はい、まあ、今回次はなるべく早くやっていただきたいです。まあ確実に東京ドームより広い場所で戦うことになりますね。いやちょっともうね、完全に収集がつかない状況になってまいりました、はい、皆様いかがだったでしょうか。そろそろお時間が近づいてまいりました。東京ドーム全域を使ったノーピープル路上プロレス、お届けしたのは私村田春夫、はい、そして鈴木健でした。次は無人島でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。